幸せになれましたかもう7年前まだ俺が学生だった頃の話入学した時から半年近く住んでたアパートがどうも不動産屋のミスで二重契約状態だったらしく裁判になって俺は期限内に出ていかないといけなくなってしまった不動産屋が菓子折りを持って謝りに来て 期限内にには必ず条件に合う、空き部屋を探すと言ってたんだがタイミングが悪かったのか運がなかったのかどうしても条件に合う場所が見つからず立ち退き期限が来てしまった不動産屋も相当焦っていたんだと思うほんとギリギリになって「とりあえず1ヶ月以内に見つけるからひとまずここに臨時で住んでほしい」と とても俺の家賃じゃ住めないような賃貸マンションを紹介された。作りは少し古くておそらく築2、30年くらいは経っていそうだが部屋は2つあるし風呂とトイレも別でかなりいい場所だった。俺はあまりにも都合のいい話で当初事故物件を疑ったんだが不動産屋が言うにはそういうこともなさそうだ。ただ。 夜中は少し治安が悪いので外出はなるべく控えてほしいと念を押された。俺は近くにヤクザでも住んでるのかなと考えたがまあ1ヶ月程度のことだし本当にヤバければ友達のところに居候でもすればいいだろうくらいに軽く考えてた。が入居してすぐにここがヤクザがいるとかドッキュンがいるとかそういうヤバさの場所ではないことに気がついた。 色々あったので過剰書きにすると1入居して2日目くらいに気が付いたんだが他のフロアには人が住んでるのに俺が入居したフロアにはどうも俺以外に住人がいない2ある日エレベーターで自分の部屋にあるフロアに着いたら猫の鳴き声がする。 どうも非常ベルのついた消火器とかの入っているスペースからするようなので閉じ込められているのかと中を見たが何もいない23日に1回深夜天井から何かをズリズリと引きずるような音がする最初上の階の住人の生活音か何かと思ってたがどうも天井裏からしてるらしい4 エレベーターから俺の部屋のあるフロアに降りると突然強烈な視線を感じることがある。もちろん周囲を見渡しても誰もいない。5朝目を覚ますとベランダにスーツ姿の男の人が立っているのがカーテンの隙間から見える。何事かと思ってカーテンを開けると誰もいない。 ベランダに出てみると革靴が揃えておいてあり、おい、マジかよと下を覗き込んでも人が落ちた形跡はなく、目線を足元に戻すと革靴も消えてる。6、これは何度も目撃したんだが、ハイヒールが靴だけでフロアを歩き回ってる。しかも昼夜を問わず。7、 出かけて帰ってくるとバスルームに水が溜まってたり強烈に香水の匂いが残っていたりする。八時時エレベーター横の階段から女の人の笑い声が聞こえるしかも普通の笑い声じゃなくてなんか狂ってるような9。週末の夜中の3時ごろになると必ず外からベチャベチャとなんか変な足音が聞こえる。 部屋で電話をしてると混戦して何かうめき声のようなものが聞こえてくることがあるそんな状態が続くのでさすがに一週間目に不動産屋に苦情の電話を入れたら「本当に申し訳ない深夜に外に出なければ実害はないはずだからもうしばらく我慢してほしい」とお茶を濁された。 まあ、俺も実害はなさそうなのは分かっていたしあと23週間の辛抱と考えていたしもともとこういうことには楽観的な方なので特に気にはしてなかったがただ2回だけガチでビビった出来事があった夜中にトイレに行ったら玄関におばあさんが座ってる鍵はオートロックのはずだがビビりまくった俺が「あの」 と声をかけるとおばあさんが「おじいさんを待ってるんですここにいますよね」と聞いてくる「いない」と答えてもニコニコしながらかたくなにここで待つと言って聞かないので「らちが開かないし」と「しょうがないから110番通報して連れてってもらうことにした。 しばらくしたら警察が来ておばあさんを説得して外に連れ出してくれたんだがドアを閉めた途端にドアがものすごい勢いで何度も叩かれ、おじいさんを返せと絶叫された。びっくりしてドアを開けたら白目向いたおばあさんが警官3人に取り押さえられていた。あの時のおばあさんのものすごい行走は今でも忘れられない。 もう一つはようやく入居できるアパートが見つかったと不動産屋から連絡があった日のこと日曜で学校もなく不動産屋から連絡が来た後、なんとなく荷造りをしてたら玄関からガサガサと音がする「何だ?」と玄関へ行ってドアを開けてみると30センチくらいの段ボール箱が置いてある。 不審に思いながらも中に入れて箱を開けてみるとかなり汚い木彫りの人形っぽいものが入ってて裏にサインペンか何かで幸せになれる人形と殴り隠しさせてる気味が悪いので人形を箱に戻して玄関の外に出し荷造りを再開しているとまた外からガサガサと音がする今度はなんだよと思いながらまたドアを開けると さっきの,箱の上に紙が置いてあり「幸せになれましたか?」と書かれている辺りを見回しエレベーターや階段の方も見てみたんだが誰もいる気配がないこの頃になるとこのマンションの異様な出来事にもそこそこ慣れてきていた俺は「ああまたか」と思いながら特に気にせず荷造りに戻ったんだが今度は トントンとドアをノックする音が聞こえてきた最初は無視していたが何度もしつこいので玄関を開けて怒鳴ってやろうとしたがドアノブに手をかけたところでやめたなぜかというとうまく説明できないんだがドアを挟んで何かすごく嫌な気配がする本当うまく説明できないんだが全身がザワザワすると言えばいいのかなんかそんな感覚 それでも外は気になるし、恐る恐るドアスコープから外を覗いてみたら、20代前半から中盤くらいの女の人が立ってる。ただし、全身ガリガリに痩せてて、髪の毛はボサボサ、両手に包帯巻いてたが、うわっとドアスコープから目を離そうとしたら、そいつがドアスコープに顔を近づけ、くっきりとクマのある血走った目で覗き込み、 幸せになれたよねなれたよねと聞いてきたその行動に不意をつかれた俺はびっくりして後ろへ倒れしばらく放心してたんだがそいつは多分それから1時間くらいずっとドアに張り付いて「幸せになれたよねと質問し続けていた声が聞こえなくなってからさらに1時間くらい様子を見て ドアスコープから様子を見てみたんだが女の人はいなくなり人形の入った箱も消えてたその後俺はこの事件から2日後にこのマンションを引き払いちゃんとしたところに住むことができるようになったちなみに不動産屋にはこのことを全部話してどういうことなのか聞いてみたんだが不動産屋も詳細は知らないという。 そもそもおかしな出来事が頻発するようになったのもつい2年ほど前からで、もともとは変な噂も自殺者が出たとか殺人事件があったとかそういう曰くのある場所でもないらしい。ただある日を境に突然あまりにも異様な出来事が頻発するようになりあのマンションのあのフロアに入居してた人たちは半年も経たずに皆逃げ出し新しく入った人たちもすぐに次々と出て行ってしまって 今に至るととのことだっただから俺のようなよほど切羽詰まったケースでもない限り現在は入居の募集すらしていないんだそうなちなみに夜中に外に出るなと警告したのは俺の前にあそこに入居した人が深夜何かに追いかけ回され階段から転落し結構な重傷を負ったからだと言ってた。 何かと抽象的なのは怪我した本人の証言があまりにも私利滅裂で意味不明だったので結局正体が分からなかったかららしい。以上で俺の話は終わりですちなみに不動産屋から紹介されたアパートは特に何もない普通のアパートでいろいろ迷惑かけたからと家賃も少し安くしてもらえたし卒業まで普通に快適に過ごすことができた。 それと例のマンションなんだが2年前に近場を通ることがあったんで寄り道して行ってみたら完全に取り壊され駐車場になっていました。